今日はこれからちょっと一泊で茨城の方まで行くことになっておりますので、ロゼとルカはお留守番になります。一泊なのでそのままお留守番になるんですけれども、ご飯しっかり2日分、よし、トイレも1、2、寝室の分も持ってきて3で、これもよし、あとペットカメラちゃんと寝てる姿が見える向きに設置しました。でご飯も出てくるんですけど、あまり信用性がないので見えない時とか、ちょっと作動しない時があるので、ご飯なしでカメラだけで使います。ペットカメラもよし。寝室からお気に入りのクリアのベッドも持ってきたので、寝床もよし、準備は万端です。あとはお利口に留守番してくれるかな。でね、こっちでてね、今茨城に向かってます。どこ行くんだっけ。ワンワンランド、ちょうど茨城にパパの親戚の方がいらっしゃいますので、その方たちにも会って一泊過ごしていきたいと思います。でロゼとルカは、まあ、お利口さんにお家でお留守番してくれてると思いますので、一泊ぐらいだったら大丈夫なので、ちょっとね二人でのんびりしてもらって、で私たちも一泊過ごしてこようと思います。